こんにちは、まっちゃん68です。今、外宮の初詣が終わりました。内宮にお参りに行く前に、昼ご飯を食べていきます。ここにします。豚捨て、外宮前店です。内宮おかげ横丁にもありますよね。並んでなくて、すぐには入れました。正月なので、特別メニューみたいです。いつもおかげ横丁で立ち食いするコロッケと、上牛丼。トンテキ定食。美味しくいただきました。続いてバスに乗って内宮にやってきました。お祓い待ちです。外宮とは比べ物にならないほどの人の多さです。赤福本店です。外宮でご飯食べて正解でした。最後までご視聴ありがとうございました。